どうもじっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじっさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、これなんだっけ、デュエルガンダムアサルトシュラウドかで、以前行ってほしいって言われてたんですけども、作ってはいたんですけども強化してないっていうので止まってたんで、なんとかね、最後の強化までできたんで、出てみたいと思います。今まで使った回数は今日で5回、これで5回目ぐらいですね。で、使うの自体はもう記憶にないぐらい久々っていう感じですけど、おお、アストレかっこいいですね。うん、やってみたいのがパージして身軽になることができるんですけども、パージ後の見失った、パージ後の横角ですね。横角がキックなんですけども、横角がよろけになるんですね、キックで。そこからのマニュシャとかを当てれたらいいなと思っております。1回ぐらい成功しないかな。走行2位で来ています。なかなか死なないと思いますけどね。あ、またすら出た。うい、ちょっと見せ場がなくなりそうだったんでね、もう先パーチしました。関係ないとこでしちゃいましたけどね。もっとゲロビー打たれた時とかね、ブースト切れた時とかにねパージすると、まあもうちょっと長く生存できるとかいうメリットもあるとは思うんですけどもね。実様は今日まあ使い慣れてもないんでね、もうさっさと身軽になって戦いましょうかね。うん、よし。いい感じに勝ってますね。はい、どうかな。あとですね、昨日かな、今日はこんな感じで普通に一人でやってますけども、昨日ですね、YouTube の、バトネク投稿者の皆さんですね、まあ主にやり取りしてたんはゆうちょんさんなんですけどもね、ゆうちょんさんと2人でちょっと計画を進めて、YouTube の投稿者の皆さんとね、コラボしようというので、計画を進めておって、昨日テストなんですけどもね、応援強い、テストでね、試しに行ってみました。横角当たんねえ。当たんねえ。はい、ということでね、ゆうちょんさん、ゆきやみさん、ゆし66さんで、おし、当たった。うい、うい、うい、外れた。遅かった。今のあれか。回避いらないや。で、あと、イナッチさんですね。の5人で、時差も合わせて5人でですね、ちょっと楽しくプレイさせていただきました。かなり、地雷プレイしてましたけどもね、まあ、楽しかったので、時差も的にはいいです。はい、叩かれても全然辛くないです。うん。パーティーするとね、こうバルカンも打てるんでね、バルカンもうまく利用して、めっちゃ避けられるな。よし、足も速いんで使いやすいですね。でね、まあちょっと雪闇さん、こう名前出していいんかな、まあいいか。雪闇さんの方から教えていただいたんですけども、ゆうちょんさんの動画でも後で確認したんですけどもね、実様の声がおかしいということを視聴者に言われましたっていう、いうことだったんでね。終わってもた、やべ。でね、ちょっとマイクの性能が低かったのかな、いつもの録音環境と違うマイクを使ってたんでね、音悪かったのがちょっと申し訳ないなと。次はね、もうちょっと音質改善できればいいなと思っております。はい、ということでね、アサルトシュラウド全然見せ場作れなかったですけどもね、ちょっと時間の都合でこの一戦にかけてたんで、一回こっきりの出撃になってしまいますので、この動画となってしまいます。はい、勝ててよかったですね。非常にね、バランスのいい機体でしたね。成績は振るいませんでしたけども、ちょっと動きの参考になるんかな、ならないかな。うん、まあコスト戦とかで乗っていっても面白い機体だと思いますね。うん、ダメージも食らってねえけど
攻撃も与えてないって感じですけどもね、シナンジュさんが上手でした。はい、ありがとうございました。ということでね、まあまあここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録もお願いいたします。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。全然まとまってないな